プッシュして、でこれ死んだじゃないですか。別に死んでもいいんですよ。あのデスすることによって次のポイントにワープできると思ってください。はい、こんにちは、グリードです。さあ、というわけで COD のランクモード徹底解説、まあリアルタイム解説ですね。自分が考えてることを喋りながら、プレイしていこうかなと思います。第2弾ハードポイントでございます。前回コントロールやったので、今回ハードポイント。で、相手3パーティーだね。ちょっとパーティー相手でこっち全員ノラだから、まあ、どこまでやれるかわかりませんが、頑張っていきたいと思います。まあ、今回 SMG を使っていきましょう。さあ、まずは、センターね、上がって、こう左来るね。ワンダン。まだ来る可能性あるね。これちょっと無理に打ち合いたくないのと、後ろも赤点出てるから、そこ絶対来るね。この上、初期この上ね。非常に重要なので、一旦ここクリアして、さあどうだろう。まあ、SMG だから前回よりもかなり動き回る動きになると思います。で、30秒になりましたね。基本的にハードポイント30秒、40秒ぐらいからローテし始めたいですね。まあ、ローテっていうのは次のポイントに移動し始めることね。そこいるね。おお、後ろも来たか。まあ本当レベルが高くなってくるともう40秒付近から次のエリア固めるような動きになってくるんだけど、まあ、普通のランクモードでそこまで高レベルなことはしなくてはいいと思うんですが、だいたい30秒ぐらいで次のエリアに移動しようかなっていうのを考えてください。特にこのスキットローっていうのは、ね、先に取った方がかなり有利なポジションが結構あるので、特にこの第2拠点とかね。ああ、今の打ち合いすぎだね。ね、これ先に入ることができたから、まあほぼほぼ30秒は確実に全部取れるんじゃないかなと思います。で、敵はもうこっちからしか来てないと。スタン上げて。今、味方がやられちゃったね、エリアに乗ってる人。で今の味方は、ね、かなり有利な位置にいるのに、顔を出してこっちからやられてしまったので、ね、今どんどんやられてるね、味方。これが非常に良くないところだね。What? なんだ?特にここのエリアに乗ってる人、2拠点目に乗ってる人は絶対顔出しちゃいけない。敵にチャンスを与えてしまうから、有利な位置を使って、なるべく顔を出さないように立ち回りましょう。さあ、今回ほぼほぼポイント取れましたね。ちょっと次っぽのローテ遅れてしまいましたが、まあ大丈夫でしょう。で、ここ味方と一緒に動こうかな。おお、手前おったか。ちょっとその上ね、引っかかるポジションがあるから、登りたかったんだけど、まさかの角にいました。味方が3ダウン入ったから、敵は結構ダウンしてる。で、多分リスポーンワンチャン変わった可能性あるな。ちょっと後ろ警戒。僕の右いるね。ワンダン。ここ削らないようにして。待って。敵が、あ、味方が後ろで湧いたから、もしかしたら敵こっち側で湧いてるかもしれない。次のエリアね、こっち側だから、できれば、僕が今いる側のリスポンが欲しいですね。もう次のポイントの動きを考えてます、今。一回下がりましょうか。ここ絶対死んじゃいけない。味方は反対側にいて、自分だけが次のポイントに近いプレイヤーなので、ここ絶対死なないようにしたいですね。この僕の後ろ来ると思う。ここ、この辺。ちょっと伏せて待ってみようか。一旦ここ時間使いましょう。味方と合流したい。で、前ポからこっち側に絶対来るはず。ほらね。もしかしたらもう一枚いるかもしれないね。OK。ちょっと行こうか。味方と合わせてポイント行きます。向こう側だね。強行?削って?いやー、もう二人乗ってたか。まあ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 。ちょっと、手が冷たすぎて、プレイに関しては全く良くないけど、まあ解説はできてるからいいかな。はい。残り30秒切ってるけど、まあいけるとこまで、ちょっとカバーして、さあ、次ポ。ね。多分そう、脇は取ってたから大丈夫だと思う。次はね、こっち側だね。これまた、日報と同じように、先に取ってる方が圧倒的に有利なポジションになりますね。でも、味方ローテ取れてるから多分大丈夫。しかも2枚削った。けど、エリアちょっとリス飛んじゃったか。前方に1枚いるから、それ注意だね。さあ、カバー間に合うかな?ちょっとカバー間に合わなそうですね。お、しかも後ろから来るか、前方の人。ちょっと完全に、やられてしもてる状況を、45秒。まあ、味方が左から行ってるから、カバーしようかなと思ったけど、やられてしまって、そこも引いたか。
僕 SMG なのでちょっと狭いルートから行きましょうか。 AR に左拠点は任せて、そこスライディングで倒して、もう一枚、あー惜しいね。まあ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 、ラストチャンスかな。次は、多分初期砲だったと思うかな。ちょっと行っちゃおうか。これカバーして、でこれでこのまま僕が今いる側を維持できれば2拠点目もリスポン取れるんだけど、まあ2拠点目側はちょっと取られちゃったかな。まあまあこれ別に OK。 まあ1回1ポのことを考えましょう。うん、これはまあ普通に暴れれば OK です。下も来るかな。1回リロードして、そこ登ってくるよ多分。入ってきたね。まあ SMG なんでね。おお、もうヘッシュ入っちゃったか今。 SMG なんで、まあここは特に考えずエリアに来た敵を倒すことしか今考えてない。でそろそろ30秒ですね。次のポイントのことを考えましょうか。そこ1回も怖いね。僕ローテするけど、敵偉いね。もうローテしてるね。まあもうほぼほぼ30ポイントを犠牲にしてでも敵はローテを選んだって形だね。まあこれはローテ取られてもしゃあない。敵があそこまでポイントをね、1歩のポイントを失点してでも、2拠点目のねエリアを取りに行ったということなんで、まあこれは汚いね。まあその分うちらは1歩結構取れたから、まあ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 、イーブンぐらいかな。で、こっからブレイク。お、ラッキー。結構、キル取れたね。多分、こっち側かな？ね、味方の位置的にこっち側だと思います。まだいると思う。で、いない。次、センターだね。リロードちょっと怖いよ。こっから来るはず。ちょっと車をね、縦にしてね。いない、いない、いない。トンネルかな？ちょっと来るのが遅いんでトンネルかもしれないけど、1枚だけいるね。いや、いいスタン。これ敵のスタンがすごく良かったですね。まあまあ、でも、だいぶ取りましたね。30秒も切ってる。まあこれは別にエリア取られてももういいかな。次のポイントのこと考えましょう。うん、味方にローテ任せて、僕はじゃあ前っぽの方にプッシュして、でこれ死んだじゃないですか。別に死んでもいいんですよ。逆にこれ死ぬことによって次ポで分けるんですよ。ハードポイントにおいてデスは別にそこまで気にしなくていい。キルデス本当気にしなくていい。あの、デスすることによって、次のポイントにワープできると思ってください。これがハードポイントの考え方なんで。で、むしろ、さっきのポイント、前ポで僕が勝ってしまって、ずっと、ね、停滞してたら、リスポンが次のポイントがね、有利側取れなくなっちゃうんですよね。だから、今のめちゃくちゃ大事、死ぬの。これはまあ、ちょっとスリーダウンまずいかもしれないけど、まあ、リスポン取ってるから大丈夫ですね。これしっかりスタン入れて、これ味方と合わせていきたいですね。一緒に飛び出す。よいしょ。削ったから、多分やってくれるはず。裏取りも刺さってるから多分大丈夫ですね。もう20秒だから、次のポイント警戒。まあ、結構敵ダウンしてるから、前っぽ来てるのはね、残りの1枚だけですね。で、ここ、絶対死んだらあかんよ。フラグラゲに当てて逃げましょう。で、味方の合流待って、次ポに入ると。いや、多分これ次ポ入ってきちゃってるっぽいから、ね、しかも2枚ぐらいは確認できましたね。味方と一緒に行こう、これは。フラグ避けて。ワンダウン。ナイス、ツーダウン。で、キルしたら、プッシュね。上がるよ。いけるとこまで上がるよ。多分トンネル脇だと思うんですけど、ちょっと SMG なんで機動性使ってセンターとか見に行ってみようか。いない？いない？後ろを取られたか。これはちょっと僕のミスかもしれないけど、多分カバー間に合います。OK、2段。トンネル注意。トンネル大丈夫。味方の実質的に敵こっちから来るね。スライディングで。ちょっと前見たりして。いない。トンネルだね。さあ、残り20秒になるよ。そうそう、ローテ考えていいね。でもワンチャン取り切りあるから、敵はもう来るしかないと思う。まだ来るよ、まだ来るよ。まだ来るよ。あと1枚だけ。来ないか？トンネル来てる、トンネル来てる。オッケー。オッケー、完璧。ナイス。ちょっと前半下りすぎたけど、まあ後半はちょっと温まってきたから、まあいいプレイが出せたんじゃないかな。まあ重要なポイントとしてはね、さっき僕が言った、デスはね、死ぬことじゃないというか、ワープする。
次のポイントにワープするっていう風に考えた方がいいですね、ハードポイントは。まあ、サーチとかコントロールはね、ライフが有限なので、デスは非常にね、ダメだけど、まあ、あとチームデスマッチとか。ハードポイントに関しては本当キルデスとか別に気にしなくていいですね。ってな感じでした。ちょっと思ったより早く終わったけど、まあ、今回こんな感じでもいいかな。はい。よかったね。高評価、めちゃくちゃモチベーションと、シリーズ継続になるので、よかったらよろしくお願いします。お疲れ様でした。